フランシスコ・タレガは、スペインの作曲家、ギター奏者。カステリオン・ケンビライ・コールレアル出身。幼い頃に、用水路に落ちて危うく失明しかけた。おそらくはこのために、家族に連れられカステリオ・オンデ・ラ・プラーナに移り、音楽学校に進んだ。最初の音楽教師エウゲニ,ニ・ルイスとマヌエル・ゴンサレスは、いずれも盲人であった。1862年に、 ギター奏者のフリアン・アルカスに振動と認められ、その勧めにより、スペイン楽団の中心地バルセロナを訪れる。父親は、伴奏楽器の色合いが強かった、ギターだけでなく、ピアノの勉強もすることを望んだ。アルカスが、海外ツアーでいなくなり、10歳ばかりのタレガーは、カフェやレストランで、ギター演奏をすることで研鑽を積んでいた。しかしながら、それが見つかり間もなく、 父親によって連れ戻された。1865年に家出し、バレンシアで、ロマの一団に加わるが、再び父親に見つかり連れ戻される。もう一度家出し、バレンシアに行くが、今度は自発的に戻り、家計を助けるようになった。1874年に、マドリッド音楽院に進学。合唱アントニオカネサの援助のもとに、作曲をエミリオ・アリエータに指示。 1870年代末までにギター教師として立ち、定期的な演奏会も行った。ギターのビルズオーソとして鳴らし、ギターのサラサーテの異名を取った。バルセロナに定住して1909年に成居。タレガは20世紀のクラシックギターを基礎づけ、独創楽器としてのギターに対して関心が増していく、きっかけを作った人物とみなされている。大ギタリストのアンドレス・セゴビアは、 技巧がかったタレガ作品のほとんどを取り上げ、クラシックギターをヨーロッパ中のコンサートホールに送り込むのに多くのタレガ作品を利用した。タレガはアルハンブラの思い出レクエルドスデラアルハンブラ、アラビア風奇想曲、カプリーチョアラベ、ムーア人の踊りダンツ・ァ・モーラなどの自作のギター曲のほか、ベートーベニア・メンデルス・ゾーン、ショパンらのピアノ曲をギター用に編曲した。 友人のアルベニスのような同時代のスペイン人、作曲家と同じく、当時の支配的なロマン派音楽の風潮に、スペインの民族音楽の要素を取り込んだ。アルベニスのいくつかのピアノ曲などをギター用に、編曲したものは有名。近年は、ベートーベンの公共曲や、室内楽、ワーグナーの序曲などを部分的に編曲したものが、評判になった。タレガは、 有名な旋律の数多い作曲家でもあり、その作品はしばしば広告放送や映画音楽などにも利用されている。上記の作品の他に、涙ラぐりまや夢、それぞれ女性名が付けられている、二つのマズルカ、打楽器的な効果も飛び出す、グランホタなど。タレガはビルトゥオーゾではあったが、作曲家として浸水したショパンに似て、作品においては、 知的情緒と超絶技巧の融和を何よりも追求している。タレガと同時代の著名なギター奏者で作曲家のアンヘロ、ヒラルディーノはタレガの9つの前奏曲級プレイルディオスについて凝縮された形で表現されたタレガの最も深みのある楽奏と呼んでいる。ありがとうございます。